ですね、緩んできましたね、だいぶ。あ、やっぱすごいな。いや、まず、リラクヤすごいっすありがとうございます。全然もう、もう他の、あの、まあ、まあ、こう言っちゃうと申し訳ないですけど、でもやっぱり本当にあの、そう、他のお店ではなかなかこうはいかないと。ああ、でもそうですね、こんないろいろ取り入れてるお店少ないと思います。ないですよ、私もあっちかじりこっちかじりなんで。多様性ですよね。あ、まあまあ、そう、私もそれが合ってるって感じですね。それぞれあるんでしょうけど、まあ、私は、ね、私はそれが、まあ、好きだし、まあ、お客さんからの受けもいいんで。いや、俺からすると相当受けてますよ。いや、やっぱ毎月来たくなりますもん。ありがとうございます。磨いときます、また。ああ、でもそうすればもう11月、12月、もうあれ、今年終わっちゃいますね。そうですよね、今年が早いよ。ああ、そうか、じゃあ12月の営業日もちょっといつまでか聞いておかないと。あ、あ、そうっすね、だから11、12でちょっと今日予約入れてきますね。はい、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 ね、ちょっとそうしないとね。はい、ありがとうございます。28とかまでやると思うんですけど。あ、本当ですか。28がちょっと日、いや、曜日にもよりますけど、ええ、まあ、ちょっとじゃあ後ほど、そうですね、また、はい、確認して、また忘れないうちに、はい、はい、ぜひぜひ。いつもね、帰りがけにあの、ああ、言ってねえやと思って。うわ、今日なんかそこ、はい、あ、聞くな、いやー、はい、すごい。いや、大丈夫、全然まだ大丈夫です、はい、大丈夫ですけど、いつもよりちょっとなんか、響きますね。うわー、そこすごいですね。あ、入りました。あー、やばい、ピンポイント、ピンポイント出た。ピンポイントですね。あ、なんか背筋がピンとしますね。いや、っやっぱ歪みがありますね、今日ね。なんですかね、前回よりはあの、ひどくはないですけど、やっぱり出ちゃうんですね。右の方がちょっとやばい感じが、ね、じゃあ、まあ、気持ちいい感じ。うん、かいです。あ、なんか右足のふくらはぎも張ってますね。結構張ってますね。おぉ、いや、いや、なんかね、はい、あの、びっく、あの、そう、びっくり、ちょっと。びっくりしました。びっくりしました。で、しかも、やっぱり、ちょっと、やっぱ、張ってる感があるんで、ちょっと痛いですか。あ、でも、今、大丈夫です。あ、うん、今日、ちょっと最初が、ね、最初がね、ちょっとびっくりした。はい、大丈夫です。ではい、今日やっぱり雨も降ってるし、うん、なんかね、やっぱ少し体が固くなっちゃって、そうですね、冷えと冷え、ね、あの雨とでしょ、うん、湿気と、ね、寒さが、うん、体にね、重さとか出ちゃいますよね。今日めちゃめちゃ寒いですもん。寒いですね、最近寒いですよね、なんか寝てて布団かけてても寒いなって思いますもんね。そうですね、夜寒いはずなんですけど、なんか布団かけて寝てないんですよ、なんか気がつくと。なんで？いや、寒いなと思って目が覚めるんですよ。あ、布団、あ、吐いちゃってる。そうそう、吐いちゃってる。なんで吐くのかよくわかんないですよね。なんだろう、動いちゃってるんですかね。なんでやってるんですかね、寝てる時にね。でも寒くて目が覚めて布団かけてないってことはたまにあります。ねえ、何考えてるのかなんか寝ぼけたりなんかなんでしょうね。なんですかね、本当わかんないですね。多分寝てる間になんかやっぱ暴れてるんでしょうね。まあ、そう、なんか寝苦しかったりするんですかね。まあ、なんかやっぱ痛みが違いますね。うんうん、違いますね。トークセンやると、うん、トークセンすごいな。意外にやっぱそこにたどり着きますよね。トークセンもすごいんですよ、本当。
やっぱ1年前にね、初めて先生とトークするのってすごいなと思ったけど、やっぱりこう、まざまざとこう、やっぱ違いが分かりますね、うん、やる前でやったと、うん、そうなんです、はい、これもね、やっぱりやってすぐ結果が出るので、トーク戦すごいね、普通の金槌と杭でダメですよね。かなりそれ殺傷能力がドラキュラ隊じゃないよあ、でもね、トーク戦手作りしたって言ってる人いましたね。まあ普通に木槌と木の棒とかで、まあ大体できなくはないかなと思います。あの日本こけしとかなんかそういや買えよって話してるまあ売ってますからね、ネット通販とか見ていただければ。ああでも今日聞きますね、うん、それ。これ聞きますね。なんかすごくいいところに、あのその、入ってます。確かになんかここはフィット感もいいです。ね。はい。いや全然違う。ああすごいな、先生こうやって乗っかれるからすごいですよね。先生サイズのね、はい、やっぱりその体だから多分これ。ああでもそうですね。もっと膝大きいとちょっと合わせにくいかもしれないですね。ね。これ男性だとちょっとやりづらいかもしれない。うん、ちょっと俺には難しいかな、うんうん。多すぎちゃってもいけないですしね。多分そうですね。自分はそうですね、ちょうどいいのかもしれない、体重とかサイズ感が。そうですね、そういうのはちょっと若干アクロバティック、はい、的な。おお、入ってる。大丈夫ですか。大丈夫です、すごい。効くわ。結構グッときますよね。やっぱ指と違うな。そうですね、当たり方が違いますよね。こう深く入っていく感じで指より良くないですか。いやしかもね、すごい持続、はいはい、そうなんですよね、そうそう、体重で持続するので受ける方もやる方もいいんですよね。変に手でやられちゃうとこうグイみたいな、そうっすね、無理にギュッてされちゃうと痛いですからね。うわこれすごいな。さっきの技やっぱりできる人はかなり限定されます、ですかね、あれ全然なんとも。そこがさっきのとか若干、はいはいはい、あるけど全然でもさっきの感じと、うん、いや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 、あそこもひねる、そうですと違うぞ。やっぱこの上ハブですね、うん、すごいありますね。こっちの方は緩んだんですけど、ハキハキします。さすがマンデちゃんだけど。